はい、それでは見事特賞を決めました埼玉の森田選手にお話を伺います。森田選手、特賞おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、本当に嬉しいですね。はい、レースは一番車生かして前攻めになりましたが、これはもう作戦通りでございましょうか。そうですね、はい、一番車で、やらせていただいたんで、しっかり前受けで前々の戦い心がけてましたね。はい、引いての後方からの巻き返しになりましたが、ここも作戦通り。そうですね、1回、まあ、1車か2車出させて緩んだところで行こうと思ったんですけど、岡部さんが600からすごいいい勢いで行ったんで、まあ、足ためてバックで行こうかなと思ってました。はい、2コーナー前ちょっと早いまくり、久田選手が合わせて発進しましたが、ちょっとスピードが違うまくりでしたが、手応えはいかがでした？いや、まあ自分の中ではあんまりスピード乗らなかったなと思ってるんですけど、まあ久田君が結構早めに出て、自分がアウト踏まされるの嫌だったんで、まあそれ見越し1回ちょっと早めに出ておこうかなと思って3コーナーから踏んだんですけど、久田君も結構いいスピードあったんで、乗り越えるのに結構足使いましたね。はい、見事な特賞でございました。それでは 1,2 半戦に向けまして、ファンの皆様に、メッセージをお願いいたします。そうですね、とりあえず確かは本当応援ありがとうございました。皆さんのおかげで本当に最後踏み直せました。これから 1,2 半や S 級、ゆくゆく上がっていくんですけど、しっかり埼玉の偉大な先輩の前で戦えるように頑張るので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、見事優勝いたしました森田選手にお話を伺いました。森田選手の退場でございます。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いいたします。